マリーア・テレザ王妃、1835年頃、マリーア・テレザ、イザベラ・ダズブルゴ・テシェンは、オーストリア皇帝家の分家である、テシェン公爵家の皇女で、両シチリア王フェルディナンド二世の二番目の王妃。ドイツ語名は、マリーア・テレジア・イザベラ・フォン・エスター・ライヒ、オーストリア皇帝フランツ一世の弟テシェン公、カール大公と、その妻でナッサウ・バイルブルク公フリードリヒビル・ヘルムの、 娘であるヘンリエッテ・アレクサンドリーネの間の第一子、死、長女として生まれた。1829年に母が亡くなったため、少女時代から5人の弟米たちの母親代わりとなった。1834年から1835年までは、プラハにあるテレジア会女子修道院の修道院長を務めた。1837年1月27日に、 両シチリアをフェルディナンド2世と結婚した。フェルディナンド2世は創生した最初の妻、マリーア・クリスティーナとの間に王太子フランチェスコを設けていた。マリーア・テレーザは王妃としての風格や威厳には欠ける女性で、宮廷での社交生活を嫌って、張り仕事や自分の子供の世話にばかり関心を向けていた。夫及び次息子の王太子フランチェスコとは仲が良く、王太子とは 実の母子同然の絆で結ばれていた。マリーア・テレーザは、夫の助言者の役割を、果たして国政にも関与し、公的な会議に出席できない時はドア越しに、首脳たちの会話を盗みに行きした。彼女は、夫の死後も、次息子フランチェスコ2世に対して、政治的な影響力を及ぼした。王太号の絶対主義的な政治方針は、国民の間に不満を募らせ、 ブルボンシチリア家による南イタリア支配が転覆させられる要因の一つになったと考えられる。先人隊によるシチリア遠征が起きると、マリーア・テレーザは子供たちと側近たちを連れ、フランチェスコ二世夫妻より一足先に国外へ避難した。大大号は最初はガエタに、その後ローマに逃れ、教皇ピウス救世の保護を受けて、クイリナーレ宮殿に落ち着いた。 フランチェスコ2世夫妻もガエータ要塞の陥落後に合流した。1867年、ローマ郊外のアルバーノ・ラツヤ・レデチフスにより亡くなった。オット・フェルティナンド2世との間に12人の死女を設けた。ありがとうございます。